どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。シーズン7が開始されまして、それに伴ってですね、ピックアップガチャの詳細というのも公開されたわけなんですけども、よほど課金をされている方でない限りはですね、すべてのガチャを分回すというのはですね、不可能ということになっているわけなんですね。なんでその一部の人を除くとですね、どれか絞ってですね、ガチャを回していくという形になると思うんですけども、数は多いんでね、かなり迷われる方も多いんじゃないかと思うんですよね。なんで今回は全6種類のですね、ピックアップガチャをですね、一つ一つ確認していきながらですね、このガチャ回す価値あるよとかですね、あとこういった人に限っては回したらかなり熱いガチャですよみたいなですね、評価をしていきたいかなと思ってます。シーズン6の時も同じ動画作らせていただいたんですけども、結構好評いただきましたので、シーズン7でも作っていこうかと思っております。そしたら始めていきましょう。まずはこちらのガチャなんですけども、低排出枠がですね、学神、巨長、馬長、義援、この4人ということになってます。で、全てのピックアップガチャにおいてですね、低排出枠というのは4人という感じで定められてるわけなんですけども、一応基本的な考え方といたしまして、この低排出の中にですね、2人欲しい武将がいない場合はですね、もうそのピックアップガチャは回さない方がいいんじゃないかと思います。まあ、ただこれに関しては人によって違うというところがありますんでね、今回はその総合的に見てということでですね、全ピックアップで見ていきたいかなと思います。で、この威風臨前に関してはですね、義援と馬長ですね、この二人がよく主力で使われてるのを見るということになってて、学神と巨長に関してはあまり主力で組んでる人を見かけないということになってます。でですね、この低排出のうちの4人のうちにですね、まあそのいいピックアップガチャとかだったら4人ともよく主力で使われてるみたいな武将になってるんですよね。で、その二人よく見かけるっていうパターンの場合はですね、ちょっと少ないかなということでですね、その全体的なバランスで見てもですね、あまり回すのはおすすめできないガチャということになってます。で、高排出の方の武将にもですね、よく主力に組まれてる武将がいるパターンっていうのもあるんですけども、このピックアップガチャに関してはですね、高月影ぐらいかな、あとのその郊外であるだとか、陳と高孫さんみたいな武将に関してはですね、その主力で組まれてるのもあまり見かけないということになってるので、まあ、ちょっとあんまり回したくないガチャになってるかなというところですね。で、高月影ランクアップを重ねると、まあ当然嬉しいんですけども、その補助役ということになってる上に、覚えさせる戦法とかも、その属性の影響を受けないような戦法を覚えさせるパターンも多いので、そのランクアップの優先度っていうのもそこまで高くない武将ということになってるので、そういった面でもですね、あまり回したくないガチャということになってると思います。でですね、どんな人がまあ回せばいいかっていうところなんですけど、その学神とか、あと高月影ですね、この二人って、奉仕陣という継承戦法を、まあ、得ることができる武将ということになってるんですけど、その奉仕陣を持ってないという方はですね、このガチャはゼガヒでも回した方がいいんじゃないかと思います。奉仕陣自体はですね、結構いろんな編成で使えて、かなり強い陣法戦法ということになってるんでね、まあ、キープしておきたいということで、持ってない方は回すべきかなと思います。でですね、あと巨長と馬長からですね、バンプ不当という継承戦法が得られるわけなんですけど、これに関してもね、必須級ではないということなんですけど、非常に強い戦法ということになってますので、まあこれらが欲しいという方もですね、回してみてもいいんじゃないかと思いますけどもね。まあただ、二人とも低排出枠ということになってますので、まあっていうことを考えてもですね、あまり評価の高い、このピックアップガチャではないかなという気がします。で、総合評価なんですけども、一応 B ということにさせていただけたらと思います。この評価はですね、S をトップとして、だんだん下がっていくっていう感じに作っていこうかなと思うんですけども、B ということでね、まあちょっと上から3番目ということになりますからね、ちょっと低めということになってますよね。まあその先ほど説明した通りかなという気はしますね。回す価値のある方というのはですね、かなり限定的になるんじゃないかというところですね。で、主力にまあ義援と馬長両方組んでるよっていう方は、まあ回しても損はせんかなという気はしますけどね。はい、次のガチャなんですけども、低排出枠が SP 周遊、勘銀平、純遊、右吉ということになってます。で、この4人のうちですと、よく主力で使われてるのが SP 周遊と勘銀平ということになってますので、またその外れが2人いるということになってるので、その時点でちょっと回しにくいかなというところですね。で、SP 周遊なんですけど、この武将ってヤリクソン組める方は結構使わないパターンが多いと思うんですよね。でですね、その強いテンプレ編成の数っていうのも少ないので、
まあその強いんですけど使いにくい部分はある武将ではあるんですよね。で還元兵に関してもちょっと似たようなところがありますので、よく主力で使われている武将といいましてもちょっと変化球的なところがあるんですよね。王道ではないというところになってると思うので、このガチャは人によってはですね、その低排出枠が誰一人いらないというふうに断言できる方もいらっしゃるんじゃないかっていうようなラインナップになってるわけなんですね。で高排出の方も見てもですね、陳軍、紳士、紹介、孫権、右近で、馬頭ということになってて、その主力でよく使われてるような武将がただの一人もいないということになってますので、このガチャはちょっと回した方がいいとは言い難い気がしますね。で僕自身ですね、シーズン7では SP 周囲も勘銀兵もですね、一応その主力として使う武将ということになってるので、このガチャを回す人としてのですね条件というのは整ってるわけなんですけど、それでも怖くてよう回さんっていうところがあるんですよね。その結局低排出での出る可能性っていうのは 50% ということになってますし、その、天井までの道中っていうのもですね、まあその欲しい武将が一個もないということになりますので、多分回さんかなというところですね。なんで、先ほど紹介したイフーリンゼンですね、より、まあ、若干評価低いかなっていうレベルではあるんですけども、一応 B ということにさせていただこうかなと思いますね。 C にするほど差はないんじゃないかと思います。ただ本当に回す人っていうのはもう SP 周囲と勘銀兵が欲しい、もうこの1点やと思いますね。それ以外だとまあその継承戦法で欲しいのが低排出、高排出枠の武将の中で持ってるのがいるっていうパターンがあるかなと思うんですけども、その継承戦法に関しても優秀なのが馬頭の精霊的ぐらいですかね。まあ他のまあ紳士の魅惑なんかもですね、まあ結構いい戦法ではあるんですけども、継承元っていうのが2種類の武将ということになってるんでね、なんでちょっとねその持ってないなっていうような継承戦法をまあ有してるような武将自体も少ないということになってるので、まあ一番売り上げ上がらんピックアップガチャになってるんじゃないかなと個人的には思いましたけどもね。はい、このガチャに関してはですね、低排出枠が、SP 諸葛亮でリクソンで挑戦と格下ということになってるんですけど、この低排出枠のラインナップはすごいですね。全ての武将が結構戦場で見かける武将ということになってるわけなんですね。まあただこう人によってはですね、挑戦や格下、あと SP 諸葛亮、この3人はですね使わないよっていう方は多いかなと思うんですけど、リクソンというですね、このゲームのにおいてですね一番使い勝手が良くてで強い武将がいるということで、まあこれだけでも回す価値はあるんじゃないかなと思いますけどもね。で残りの3人に関してもですね、その人によっては主力で組んでるっていうこともあってですね、リクソンしかいらんよっていう方も結構少ないんじゃないかなと思うんですよね。なんでかなり熱い、ガチャになってるんじゃないかと思います。で後輩出枠を見てもですね、演術というロマン枠のですね、まあこう壺にはまれば強いみたいなのが強い、好きな、方にすごく人気のある武将もいますし、でテイクなんかも技法器とかで活躍してくれる武将ですよね。でソジュに関しても、後のシーズンでですね SP 主春が出ると強いという話も聞いてますし、旅霊器に関してもですね、一応その武法陣で使えるということになってます。で王宗は新武将ということでですね、継承戦法の兼ね合いから1枚はキープしておきたいという人も多いと思いますので、もう本当にね、外れ中の外れって言ったら王兵ぐらいじゃないんですかね。まあこれに関しても無刀ヒグも持ってないっていう方はですね、この王兵からしか継承することができないということになってますので、その外れの中でやっぱり完全の外れって言いますと、継承戦法も2人から出どころがあって、でさらにその継承戦法が無能みたいなパターンやと思いますので、そういうわけでもないというのが王兵ということを考えるとですね、回す価値ありますね、このガチャはね。僕もこのガチャはちょっと回したいかなと思うんですけども、まあその、僕的にはやっぱりその文武兼備がですね、一番自分に合ってるかなと思うんですけど、このガチャもかなりいいんじゃないかと思います。評価はもう文句なしの S ですね。もうどれか回したいけど、まあどれかもう絞れないという方はですね、とりあえずこれ回しておくといいんじゃないかと思います。で、次のガチャはですね、低排出枠が、周体、聴覚、転移、満潮ということになってて、まあ主力であまり見かけないのは転移ということになってますね。なんで外れ武将が一人いるということになってるんですけども、そのやはり満潮ですね、シーズン7から追加された武将が、まあ、ラインナップの中に加わってるということで、これだけでも回したいと思う方はいるんじゃないかと思いますね。
で聴覚や集体に関してはですね、その主力部隊の中でも特 A クラスの強さということになってますので、こちらのガチャに関してもかなり回す価値はあるんじゃないかと思われますね。で、後輩出枠の方を見るとですね、割とハズレも多いんですね。宗神、ジョコ、あとゴツとツコツ、ポージュぐらいがハズレということになってると思うんですけども、その継承戦法という観念から見るとですね、宗神は八門金差の陣を唯一継承できる武将ということになってますし、ゴツとツコツやポージュに関しては兵所戦法ということになってるので、これまたその継承元が一人だけということになってるんでね、その後輩数もなんかクソ外れっていう感じではない、まあたまたま持ってないっていう方も多いみたいな戦法ですね、有している武将が多いですし、あと花公園や観念に関してはですね、その後輩出枠であるにもかかわらずですね、ランクアップマックスにまでぜひ上げておきたいですね、非常に火力の高い主力によく組み込まれている武将になってるわけなんですね。なんでその低配数高配数のバランスも非常にいいということになってますので、このガチャに関しても文句なしで S と言うていいんじゃないかと思いますけどもね、個人的にはこれが一番回したいかなっていうガチャですね。まあ一応ちょっとスタートの時にですね、ガチャ回しすぎたのでもうその回さないかなと思うんですけど、もし回すとしたら僕はこれを回そうかなっていうぐらいですね、非常に強力なラインナップということになっております。で、こちらのガチャはですね、低配出枠が SP 炎症で、サジ、大使人、猛角ということになってるんですけど、そうですね、まあ、その SP 炎症、サジ、大使人、この3人がですね、よく主力で見かけるということになってるので、外れ枠は猛角だけということになってるんですけども、これ3人ともなんか特 A クラスの武将ではないかなって、いう気がするんですよね。まあなんかちょっとサポート的な意味合いもあるような武将が、まあ、並んでるなというところですね。なんで、そうですね。まあ、その、光陵雲雨とか、豪胆無比ほどではないのかなという気はしてしまいますね。まあ、ただ、SP 炎症は、後の、SP 主将が出た時に使えるという話ですし、サジに関してもですね、一応、武法人では非常に強力な武将ということになってます。まあ、SP 炎症もね、武法人で組めたりするんですけど、で、大使時に関してもですね、この武将の中では非常に使い勝手のいいということになってて、いろんなね、主力に組まれることになりますよね。古神弓であるだとか、あと肉弓なんかでも使うということになってるので、まあそんなに悪くない武将ということにはなってると思います。ただ問題はね、後輩出枠なんですよね。高中、陸高、宗純、郊外、顔料、あと芝木ということになってるんで、これを見るとちょっときついなという気はしますね。回す気がそがれると言いますか、なんか特に欲しい武将がいないっていう方がおそらくほとんどなんじゃないかと思いますので、このガチャの評価はですね、一応、B かなという気はしますね。ちょっと A にしてもいいかなって一瞬思ったんですけど、やっぱりなんか全体的になんか目玉っていう武将が少ないかなと、なんかこうどうしてもこいつ重ねたいわっていう、なんて言うだろう、もし誰かただで武将一人くれるんだったらこいつっていう感じの武将で指定されにくいですよね、全員ね。っていうことを考えると、あまり魅力的なガチャではないのかなという気がしております。で、最後のガチャに関しては、一応低配出枠が脅威、法政で長雲と呂布と、この4人ということになってますね。法政って今まで低配出枠に入ってたことはあったんですかね、ちょっと忘れてしまいましたけど、なんか珍しいなという気がしますね。で、主力でよく使われてるのが、脅威と超運で呂布ということになってますね。で、法政に関しても、まあ、その、いろんな使い方ができるということでですね、割と器用な武将ということになってるので、これも、外れがですね、いないということになりますよね。っていうところでですね、回す価値は大いにありかなという気はしますね。で、後輩数の方を見ると、長江と、あと呂蒙で、西洋で、伝法と、帝府、長春化ということでですね、長春化に関してはですね、割とその女王盾とかで使いたいという方も多いんじゃないかと思いますし、スタダなんかに非常に使いやすい武将ですよね。で、さらに帝府に関しては、その全武将の中で、特にその、後輩出枠に入るという武将の中ではですね、一番いろんなシーンで使われると、武法陣に使わせてもいいし、その豪のトップクラスに強い編成に使わせてもいいということで、この武将はですね、割とランクアップマックスまで早々にしたいなという武将ではあるんですよね。なんで、その後輩室の方にもですね、結構当たりがいるということでですね、このガチャに関しては評価は A ですね。まあ唯一 A ということになるんですけども、
まあ、S まではいかないかなっていう気はするんですけど、それでも割とこの外れが少ないというところでですね、魅力的なガチャかなという気はしますけどね。まあ、ただこれ採用とか両毛連チャンで引かれたらちょっときついかなという気はするんで、まあ、そういった点でですね、まあ、ちょっと A ということにはさせていただきましたけども、非常に回す価値のあるガチャになってるんじゃないかと思います。後輩低配数枠のラインナップということで見るとですね、まあ、その S に引けを取らないぐらいのですね、非常にまあ回す価値のある面白そうなピックアップガチャになってるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ピックアップガチャの評価ということでですね、動画を作らせていただいたんですけども、あくまで個人的な感想ということになってますので、やっぱ欲しい武将って人によって違いますからね。なんか僕なんかだとね、 B 評価のブンブケンビなんかもまあちょっとありかなっていうレベルになってますから、まあやっぱり一番いいなと思ったのは、ゴータムヒではあるんですけどね。なんでこうじっくり迷っていただいてですね、まあその美加減の方に関してもですね、そのガチャを回すために禁酒っていうのをあまり使わずに置いてるとですね、やっぱり無料でもらえる分っていうのがありますので、それ結構溜まってるケースっていうのもねあると思うんですよね。そんな時にですね、思いっきり分回していただけたらなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。